今日の試合では44対7で勝つことができ、コーチングセッションで受けたそのプレーも試合で生かすことができ、試合では石原を筆頭に前に出るディフェンスではそういうことができ、その石原の前に出るディフェンスが鍵となりトライをすることができ、そしてこのニュージーランドに来させてもらっていろいろなことが学べてとても良かったと思います。次の試合ではもっと前に出てみんなで一つになっていいチームができればいいと思います。ありがとうございました。